今回の動画はイベントレポートでございますブンブンハロー YouTube どうもフジャんです 私はね先週グリッドドマンンワールドというイベントに行ってきました10月27日から11月20日まで有楽町丸井の8階イベントスペースにて開催されておりますグリッドマンワールド、えー、こちらのね写真てんこ盛り動画ですまずね会場に入るとですねこのグリッドマンの自社のデカデカとした写真とかねこのイラストなんかがお出迎えしてくれましてで後ろを振り返るとグリッドマン歴代形態のスーツが3体一緒に並んでおりましたで左に行くごとにどんどんゴテゴテになっていくというその系譜を楽しみ こちらのグリッドマンはイベント用などに最近新造されたピカピカのスーツでこの目の発酵とか、えー、この体のね銀の光沢とかもうまさに新車の香りがしますよねで SSS SS に登場したプライマルファイターのグリッドマンとあとはグリッドマンユニバースに出てきましたユニバース、えー、ファイターのスーツもありましたみんなね綺麗に光っててかっこよかったですしカ <laughs> カンデジファー様生きていらっしゃったのですね カンデジファーがねね生きてたたんですよここも興奮しましま、ね、当時の台本とかそういったものも飾ってましたしこれなんか色紙に、えー、帯さんのサインが入ってますしで、えー、劇中の写真とかねいろんなオフショットなど撮影の、えー、このメイキング的なところがいろいろ見れましたこれも嬉しかったですねで撮影禁止だったのはね アニメのデザイン画とかかなあのゆめちゃんとかりっかちゃんとか、えーまあ、みんなアニメのキャラクターたちの初期のデザイン画とかそういったものもいろいろあったんですけどその辺はなんか撮影禁止でしたね。えー、あののらすちゃんの このような服も飾ってましたし、えー、ジャンクここはもうフォトスポットということでですねあと劇中のユニバースにも登場しました、えー、帯正也さんの、えー劇えー、実際私物なんですよねこれねそれが飾ってましたあとは新商品ということでいろいろたくさんあったんですけどここは一部しか撮影しませんでしたまあ、気になるところだけですねあと女の子系のフィギュアもこんなにいっぱい出ていますと、えー、で壁とかにもいろいろ展示してましてこちらはあかちゃんの部屋を再現したということでなんとですね足元には ゴミ屋敷も再現されていますで、あかねちゃんのパーカーとかですねで、こちらは、えー、スーツ系ということで、アンチくん、アレクシスと、あと 7C.B. のスーツが3体並んでおりました非常によくできていて、かっこいいですしいや相当ね、景気が良くないとここまで作らないですからねグリッドマンってほ結構、本当にヒットしたんだなという風うに改めて感じるラインナップですけれども、えー、で、天井にダイナ、えー、ダイナミックキャノンですね、そしてこちらが一番興奮ポイントということで、えー、グリッド まあ30年前のの撮影用のスーツたちが飾ってました、えー、サンダーグリッドマンこちらもねとってもかっこよかったボリュームもありますしで以前ね北千住の丸井でも同様のイベントがあったんですけどそこには展示されなかったこちらのゴッドゼノンが今回初お披露目ということで、えー、30年前のゴッドゼノンでございます若干色がねあせてなんかこう朱色みたいになってるところもまたいいんだよね、えー、そんなわけで細部もねじっくり舐め回すように鑑賞しました えこちらはダイナドラゴンでございますダイナドラゴンも本当ボリュームあってねあのアクターの遠藤さんも亡くなられてしまったんですけどこういったアシストエポンとか合体形態のスーツとかは大体遠藤さんっていうイメージがあるんですけどいやこれに入って活躍されてたんだなと思うとねいや非常に何かこう感慨深い感動を思いまして本当にでこちらグリッドマンのまあ旧スーツになるんですけどやっぱりあのこっちの黄色目でなんかくすんだ感じのグリッドマンっていうのがやっぱ安心感がありましたね。でキンンググリッドマン大好きなんですけどもやっぱ 顔のデザインが一番好きでねこの辺本当に舐め回すようにちょっと変態的なアングルでいろいろ撮りました。で、えー、そのまま進んでいくとですね今度はダイナゼノンコーナーということでですねダイナゼノンと、えー、グリッドナイトですねグリッドナイトとあとガギラ。<laughs> このの体が、えー、展示さされれておりまましした。やっぱガギラの、ね、ボリュームには圧倒されました、ね、なんか着ぐるみになることを想定してないようなデザインだったということで立体化はかなり困難を極めたと思うんですけどしっかりと、えー、バランスが、ね、破綻せずにこのようにね、えー、実写化ということができているということでね素晴らしいですよね。でいろいろフォトスポットも、えー、ございました。 えー、いろいろ、えー、アニメのキービジュアル的なものとかもね飾ってあったりとかしましたしで外に出るとこのようなね、まあ、等身大とは言えないかななんか結構でかいパネルが飾ってましてで入場券がねこのような女の子たちのデザインランダムです。で つぶい間に入っているというね会員の画面を見せるとこのように千賀バージョンももらいました。というわけで、えー、税込み1,800円の入場料となるんですけどもまあ比較的今だったらねあの時間制の制限もないし、えー、いつのタイミングでもいけると思いますのでぜひ気になった方は11月20日までですので行ってみてください